議長をはじめ、議会の皆様に温かい感じで大策とお話をしたいと思います。お頼まれでございます。ここにいる理財でございます。ここから議会が盛り出すね。本年は議長をはじめモンゴルのトップ3に訪日をして議会により信頼的パートナーシップがさらに強固なものもう一度、国民の議会において、日モンゴル、可決、審議可決されたというふうに伺っています。